はいどうもということで今週も始まりましたバナン TV のお時間ですよと申し遅れました。私パーソナリティを務めさせていただきますのは局長のノリーとヤスアミコです。よろしくお願いします。はい、この番組はシャナナ TV で放送されている番組情報や現在活動中のプチスターをお招きするゲストコーナー、各地で日々行われているイベントの情報、潜入レポート、そしてカマコとクマコのどこまで行くののコーナーなどなど盛りだくさんな内容でじゃんじゃんお届けするシャナナ TV 総合案内番組です。ということで始まりましたエスアミコさんエスアミコさんちゃいますね。エスアミコ、はい、読みます。え S じゃなくなる。改めます。はい、改めます。改めまして、改めまして、はい、自分で決意しておいて何か覚えていないというね一応、リハーサルではクイーンって言ってありましたけどね、まさかの展開ですね自分でこう決断しておいて忘れるという、何だっけ、私決めた、何をみたいな、まあ相変わらずのね、まあいいんじゃないですか、はい、ね、この夏もその感じでいきましょうか。はい、クイーン、クイーン、クイーン、言ってるか分からないし、クイーンって聞こえね、え、クイーンですね。クイーン、でも一緒ですやん、なんか話的には、なんか女王様とお呼び、女王様でしょ、クイーン、女王様とお呼びっていうところであんまり変わらないと思うんですけどね。違う違う、あのね、うん、あの某シャナナ TV 内の某番組、はいはい、それ分かるわ、それ分かるわ、ヒヤフの部屋でね、ヒヤフの部屋でね、ヒヤフの部屋でね、あのお越しくださったゲストさんに、うんうんうん、先日ね、あのスーヒーとタロットの人でしょ。そうなんですよ、うん、タロットカードを引かせていただいたんです、はいはいはい、その時に、うん、クイーンが出たの。おー、クイーンが出た。クイーンが出てて、すごいいい内容だったの。だから私もクイーンになるほどそれだけ意外な展開になりました。はい、そのね、はい、放送はね、はい、また後日ね、はい、映画のスマダム、あ、フラフラフラ、もう言うと思ったから何をですか、CM です。はい、おかえりなさーい。今日も冬打ちで冬打ちで、冬打ちでコマーシャルを見さされた、はいはい、急激にね、すみません、見さされましたけど、はいはい、はい、じゃあクイーンアミコさん、クイーンクイーンアミコ、はい、クイーンアミコ誘導ですか。クイーンアミコ、今週は、今週は先々週もお届けしましたが、はい、イベントの情報、イベントの情報お届け、お届けしたいと、はい、思いますよ。もうちょっと詳しく決まりましたか。そうですね、うん、8月13日8月13日、うん、土曜日、土曜日で、ね、時間がだいたい夜の7時ぐらいっていうところが決まりましたまだぐらいなんよねまだ7時ぐらいなんぐらいですね。ね、このぐらいが取れるのはいつになることやら、はい、はい、まあ、言うてもね、うん、1週間前には決まっちゃうと思いますその周辺を開けといてもらえ、まあ、大体1時ぐらいから皆さんね、開けといていただいてほしいですね。はい、はい、で、その、うん、イベントのお話は先々週にもさせていただいたんですけれども、はい、今回その主催となるランブルフィッシュ、ランブルフィッシュ、俺ですか、俺のバンドですか。そうです、俺たちロッケンローラー、ロッケンローラーのね、はい、ランブルフィッシュ、ランブルフィッシュにスタジオにお越しいただきたかったのですが、はい、いらっしゃらないいらっしゃらないですね、なかったのですが、はい、残念ながら残念ながら ね、 ね、ちょっとスケジュールが合わなくて、はい、ということで中継がつながっております。つながってない何言わんのいやいや、それも冗談なんですけれども、ね、VTR があります。はい、ね、
かなり有名な、はい、バーランブルフィッシュで、そうです、バーランブルフィッシュで、うん、バンドのバランブルフィッシュが、喋ってます。ややこしいな。ややこしい。まあそれだけでしたけどね。二、はい、つだけでしたけど。まあランブルフィッシュが喋ると言っても、まあ喋ってるのは僕なんで一緒ですけどね。一緒ですけどね。まあでもね。はい、新メンバーとかも。新メンバー。そうです。新メンバーがいるのでね。うん、それもちょっとご紹介したいと思うので、一応8月13日に向けての意気込みなんかをちょっとね。はいはい、ランブルフィッシュの皆さんにバーランブルフィッシュで語っていただこうかと思いますよ。はい、はい、じゃあ、うん、VTR ドボン。シャナナ TV をご覧の皆さん、俺たちがランブルフィッシュです。ということでね、はい、はい、我々ロッケンロールバンドランブルフィッシュなわけでございますですけど、はい、この度、はい、8月の13日大阪京橋は、ベロニカというですねライブハウスに向きまして、大人げないとエピソード6とか、あ、6回目ですかね。6回目のね、はい、イベントをちょっといよいよやろうということで、はい、どれぐらいぶりでしたか。やっぱそうですね、1年2ヶ月空きましたかね。1年2ヶ月、はい、すごい。これは結構沈黙を破ってたまりにたまってますから、ね、どんなライブになるもう言えつなくなるんじゃないですか。言えつない、はい、その日はね、うん、かまこくまこを封印して、かまこ、はい、封印して、封印して、はい、もう元祖ロック構造に戻ってやろうかと、はい、ちょっとやんちゃしてやりましょうかね。そうですね、うん、はい、この日はね、いろんな出演者が、我々以外もね、そうなんです ね、 ね、楽しみですね。バンドからね、何から、あれから、これからね、まだ何も決まってないですね。いろいろと出演する予定でございまして、でしかも、はい、この日は、はい、大人げないとエピソード6サブタイトルとしてザ・ロックボン踊り、ロックボン踊りね、題しまして、はいはいはい、やらせていただくわけでございますけれども、はい、これお盆のね、真っ只中でございますので、盆踊りを本気でやろうと、はい、皆さん盆踊りってやられますか。やられてる、最近どうなんですかね。あんまり、まあまあ、その子供の頃なんかはよくやらせていただきましたけども、うん、大人になってね、うん、なかなかこう盆踊りこう一緒に踊る機会ね、ちょっと減ってるかなっていうのもありましてですね、地元の婦人会の皆様にご協力いただきまして、はいはいはい、本格的に盆踊りをやってしまおうと、うん、このようないいんじゃないですかことを考えておりますけれども、うん、はいはい、まあ実現するかどうかはちょっとね、わからないんですけれども、しかし必ず、浴衣ですか。浴衣で、浴衣で、はい、浴衣で奥様たちが、奥様たちがね、色が漂う感じで、はいはい、やっていただきたいと思うんですけど、うん、まあ一応盆踊りは必ずそうです、ね、やろうということですけどですね、はい、振るって皆さんご参加いただいたり、はい、ね、出演もまだひょっとしたら枠が空いてるかもしれない。そうですね、まだまだこれから ね、 ね、新しい方が参加されるかもわからない、かもわからない、はい、ね、いやいや、いよいよ楽しみに、そうですね、できましたですけれどもね、はいはい、今日はですね、実は、うん、新メンバー、はい、川辺哲平さんもご登場いただきまして、はい、はい、そして、ドラムのケンちゃんと、はい、4名この、新生そうですね、ランブルフィッシュということですね、はい、今日お届けしてるわけでございますけれども、はい、8月13日のライブはどんな感じになりますかね。はい、ちょっと意気込み聞いてみますかね。意気込みは、まあ、僕はね、初参加なので、はい、ぜひぜひ楽しいね、勢いなのになりまして、はい、楽しみですよ。はい、ケンちゃん、いかがですか。もうだいぶケンちゃんも叩いてないんじゃないの。ライブしばらくバイクでしょ。ダメね、うん、前回やってからもやってないですね。もうね、親指もすっかり変えて、うん、ね、無事にちゃんと揃いましたね、ね、ちょっと短いですけどね、はい、ちっちりちりっていう感じで、はい、はい、盛り上げていきたいかなと、はい、思いますけどもね、はい、そういった、2016年8月13日土曜日、はい、会場19時開演19時半となっておりますね。こちらの大人げないとエピソード6ザ・ロックボン踊りに皆さんふるってご参加いただければと思います。ありがとうございました。ということで俺たちがランブルフィッシュでした。
はい、ランブルフィッシュの皆さんでしたね。みなちゃんでしたよく見た顔がいましたけどもね。よく見た顔ね、はい、シーンが新メンバなんかちょっとヤンキー用語な感じしますよね。お、あの新顔が、新顔、おい、新顔こっち来いよ、新顔って感じですよね。ね、新顔、新メンバーですね。新メンバー、新加入メンバーね。はい、新顔じゃないですよ。めっちゃ上からになりますよ、それね。新メンバーの川辺哲平さんね。哲平さんすいません、はい、すいませんね、本当に失礼しました、はい、あれなんですよ、ついにランブルフィッシュのメンバーにプロが入ってしまったので、ねー、今までこう純然たるね、うん、同級生で集めたんですけど同級生だけで集めてたんですけど、うん、とうとうプロを入れてしまいまして、うんうん、すごいいいプレイヤーなんですよね、うん、でもロックはすごい大好きで、うん、ねえ、だから、映像とかをねその日散々見ていただいて、うん、過去のねランブルフィッシュのライブ映像を見ていただいて、うん、やっぱりやめたって言うたらどうしようとかドキドキそうね割とこういろんな音楽の種類ね、もちろんプロでやってたらやるんで、うん、それがそのランブルフィッシュのロックああいう感じのね、うん、86年から94年ぐらいのあのロックが、うん、合うかな、一緒に楽しんでやれるかなっていうのはちょっとまあ会って話してみて分からないじゃないですか、うんうん、なんですけどなんかすごく喜んでくれてね。でも会って話する時間より多分あの映像ずっと永遠見てた時間がすごい長かったでしょ、うん、ライブ3本見ましたね。そう、そのライブ3本ずっと飽きずにずっと自分見てオラいけてるわ、おもろいわ、オラやっぱかっこいいわってね、自画自賛ね、ね、座って見てみたりちょっと立って角度変えてみてみたりね、いけるわ俺みたいなねね、最後までずっと言ってましたね。そうでしたか ね、 ね、まあ、やっぱり ね、 ね、自分、まあ、自画自賛していこうと、うん、ね、やっぱり映像を見てこうね、毎回こう反省する、ね、反省してないじゃないベタ褒めやったじゃないですか。いや違うんです、自分の良かったところを反省しないとダメですよ、やっぱりね。良かったところを反省する、良かったところを反省する、これ大事ですよ。良かったところを反省する、音楽を志してる皆さん、もうね、大体の人は自分の悪かったところをダメ出しばっかりするんですよ、大体の人は、うん、でも悪かったことばっかり頭の中で反復したら、うん、次も同じようにやるに決まってるじゃないですか。おー、だから良かったところ、あ、俺のこの回のここすげえ良かったなっていうのを自分の中で反復していったら次もできるじゃないですか。簡単な話でしょ。はい、悪いところばっかり自分の中で繰り返したらそれをやるじゃないですか。だからいいところを繰り返すからいいとこ探してるんですよ、反省は。反省って何ぞや。帰り見るんですよ、振り返って見てる、振り返って見ること全部反省って、はいはい、あ、そもそもね、うん、その意味がわからなかった。あ、そうですかね、いやこれすごい大きなコツですね、うんうん、たまにはこうやっていいこともいつもね、たまにはっていうな、たまにはっていうな、はい、割と言うぞ意外に言うてるぞねえ、でもまあちょっと自画自賛っていうのはもう確かにそうかもしれないです ね、 ね、はたから見たアホみたいと思いますよね、普段からでも自分大好きですよね、大好きですよね。まあそんなね、4人のランブルフィッシュが、うん、はい、今回のイベントをね、はい、取り仕切ってね、はい、うん、取り仕切ってくださるという当日は、僕とギターのかまこの2人が、うん、一応司会進行を務めさせていただくね、うん、いう風な感じでね、うん、今回は もちろんランブルフィッシュも出ますけども、うん、盆踊りをね、ちょっと盆踊りね、盆踊りをね、ちょっとタイトルが大人げないとエピソード6、うん、ザ・ロック盆踊り、ザ・ロック盆踊り、はい、うん、せっかくこうお盆のど真ん中8月13日なので、うん、お盆言うたらライブとかじゃなくて、うん、盆踊りじゃないですか、うん、お墓参りとか、うん、盆踊りとか、うん、なんか地蔵盆とか、なんかそういう感じじゃないですか、うん、だから
そういう場所にしてしまおうと。そういう場所にしてしまおうと、うん、どういうことするんですか。盆踊りは婦人会の浴衣着たお姉さま方、お姉さま方に来ていただいて、うん、ちょ曲何しようかちょっと迷ってる。あのねやっぱりね、いろいろ聞いてたら、どんパンいうやつあるじゃないですか。あれがやっぱり盆踊りといえばあれでしょうっていう意見が結構多いんですけど、でも河内音頭とかやっぱ関西ですからね、うん、河内音頭とか、うん、ありじゃないですか。ありですね。あと何、あられちゃん音頭とか、あられちゃん音頭ね、めっちゃんこめっちゃんこですね、うん、うん、とかなんかいろいろあるでしょ。うん、何ですか。他にもあるでしょ。何があるんですか。ドラえもん音頭ってどんなんでしたっけね、ドラえもん音頭ってどんなんでしたっけ。ドラえもん音頭ドラえもん音頭ですよね。ドラえもん音頭で合ってます。合ってます。違う。違う。間違いはこちらにご指摘ください。はい、すいません、ね、はい、ドラえもん音頭やった。違う。適当なこと言いますね。でも僕、うん、ドラえもん音頭知らないんですよ。え。マジで大人になってから盆踊りって言ってないんですよね。大人になってから言ってないですけど、うん、私たちが子供の時にドラえもん音頭ありますよ。ありました。うん、今もあるんですか。でも分かんない。うん、なんかあられちゃん音頭は最近なんか近所から聞こえてきた、覚えがあるんですよ。だってドラえもんテレビで今やってるけど、うん、あられちゃん今テレビでやってないね。あられちゃんといえば盆踊りって思ってる人がいっぱいいるかもしれないですね。盆踊りの人みたいな。そう、うん、出てるかもしれないですよね。私が住んでる高槻市、はい、高槻温度ってありますよ。え、そんなめっちゃ狭いエリアで温度があるんですか。ありますよ。じゃあ子供の頃からめっちゃ踊りますよ。じゃあこの辺西中島温度もスクランブルなんですか。西中島三丁目温度。三丁目温度。三丁目。なんかこんな感じですよね。こんな感じ。何丁目で分けるとこういう感じしますよね。わーおって感じしますよね。ね。三丁目はまあいいか。西中島温度。あ、それよりシャナナ温度。シャナナ温度いいですね。ね、シャナナ温度でチャチャチャ。パクってますよ。もう音楽業界の人間としてあるまじき行為。あるまじきですけどね。いやでもいいじゃないですか、シャナナ温度。シャナナ温度ね、うん、でも多分ね間に合いませんね、うん、今回はね。そうですかね、うんうん、いや今度スタジオで、うん、あ、それか、うん、あの何、ドンパン節ですけど、ドンパン温度っていうか、そうあれをね、ドラムでね、ドンドンパンパンドン。どうやって踊るのそれに合わせて。踊れないですよね。どうやって踊るの。しょうもなかったですね今のね、って言いながら、また先々週と同じくこれ企画会になってます。あ、ほんまや、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。やってますよ。ライブ時間これを作ってしまいましたね。ね、まあそんな感じで、はい、まあまあ今のところまだね、あの出場者も確定はしていませんので、はい、全部は決まってないですね。ね、うん、まだちょっとご紹介はできないんですけれども、はい、とにかく8月13日、はい、土曜日、開けといてください。19時頃19時ぐらいから開けといてください。京橋に、まあ、19時ぐらいに集合できるような感じで、はい、ね、開けといてくれはったら、はい、まあまあ、うん、大丈夫だと思います。 Facebook のイベントページは、 Facebook のイベントページが、うん、あります、うん、Facebook の、大人げナイトっていう、うん、Facebook ページを作ったんですよ今回。ほう、うん、今まではあのランブルフィッシュのところにイベントで作ってたんですけど、うんうん、大人げナイトっていう、 もうページを作ったので、うん、そこにこうイベントとして第何回第何回って上げていこうと思っているので、うんうん、そんな感じでそこにで、そのじゃ一度、ランブルフィッシュじゃない、大人げナイト大人気ナイト、うん、カタカナでナイト、うん、そう大人気ナイト、うん、そのままね、の、Facebook ページを見つけていただいたら、そこからイベントページに飛べるように、はい、そうですね、なってますよね。なってますね、はい、はい、なのでそれで情報をゲットしてください。ゲットしてください。はい、何この間
ということで、そんな大人げないとは、まあ、来ていただくとして、はい、来ていただくとして、うん、何でしたっけ今日は、うん、収録中の裏側をちょっとお話ししたいなーなんて、うん、おーっと、裏話裏話、うん、先週ちょうどあれでしたもんね、うん、あのピアンパとスマちゃんのそう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 、ね、最終回 の、ね、のカメラが止まってからの模様をお届けしたんですけど放送されていない、ねそうですね、なんといってもバナナ TV は総合案内番組ですから、うん、総合案内番組ですからね、うん、他の番組の話もね他の番組ねちょっと盛り込んでいきたいなというふうに思っておりますよ、ね、本当各番組には全然違いますからね違いますからね違いますよね、うん、サクッと来てサクッと撮ってサクッと帰らはる人だったり、うんうん、もう何事もなかったかのようにね、うん、テレビに出てる自覚がないちゃうかいうぐらい ね、うんと思えば撮ってる時間よりお話ししてる時間の方が長い方もいらっしゃいます ね、 ねまあまあいろいろいらっしゃいますけどね、はい、中の構成は全然違いますよね違いますけどね、うん、でもとにかくみんなもう最近口揃えてるのは熱い熱い熱いもうねここねご覧いただいたら分かるんですけどあほんまねこんな感じなんですよほんまこんな感じというかこう緑色でしょ緑色うんあのスタジオで、今こことこことここにライトがあって、うん、でこことこことここにマイクがあるんですけど、音が入るからエアコン止めるんですよ、うん、そうそうエアコン止めるんねんけどもあ、もういいですよ後ろはい、元に戻ってエアコン止めるんですけどライト眩しいですから言うたら、うん、ライトがね、うん、眩しいんですよじゃあ暑いんですよ眩しいの関係ある暑いんですよ、うん温度は上がる、うん、エアコン止まるで、うん、もう30分の最後の方は汗ダラダラになるのが、うん、もう夏の風物詩ねー、うん、でこのスタジオがね、うん、ビルの最上階にあるのでそうそうそうまたね真上がもうすぐ屋上なんですよねだからもうね、うん、えらいことになりましたえらいことでコンクリートカンカンにね、うん、はいなってるのでだからもう番組の最後の方は、うん、パーソナリティさんツーって汗がね吸って垂れてるけど、うん、ちょっと遠目でよかった汗はあ汗は遠目、ね、汗は遠目でよかった、うん、これ赤やったら大変なことになるもんねもう血だらけみたいなねえもうほんと最近もかけながらやけど皆さんそれ出さずに頑張って、うん、出さずにね涼しい顔してねやってくださいますけどねでも OK 出た瞬間にあーってあーもう一番にエアコンまだつけてみて何よりもねだからここをエアコンで、カメラ回る前にもキンキンに冷やしといて上がっていってもさほど上がらないぐらいまで下げるんですけどやっぱ声で熱いですねうんゲストさんはねそれ知らないで来られてるから、うんはい、罰ゲームですよ罰ゲームですよでまた人数が多い回は、うんうん、要は人の熱気でまた温度が上がりやすいんで、うん、この間のあれですよね捨てて答えが来た時ねあの時すっごい温度上がりましたねねゲストさんで、うん6人かな6人かな、うん、くらいでくださってうちのパーソナリティーもうちょっと多いんですね多いですから ね10人以上ですね、うん、やりましたけどね本当暑かったですはい暑かったですけどその分暑いだけ楽しかった、はい、楽しかったですね、うん、はい、はい、じゃあ CM です帰りなさいまた突然 CM に行きましたけどもね、はい、まあそんな感じででも、はい、ねこの夏も頑張って裏話言うて熱いって話だけですやんなんかないんですか反省の話長かった反省の話長かった ね、 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 ね、うん、でも、うん、ないですねないですいやいっぱいいっぱいちょっと待ってちょっと今日は裏話しよう言うてて熱いっていうだけで終わりですかそれお前それはないだろうね懐かしいですよね、はい、まあまあいっぱいありますけどね、はい、ちょい出しちょいすぎませんか2分ぐらいでしょ今の話ちょっと短すぎない熱いしか言ってない熱いしか言ってないねいもう天気の話しだしたら終わりですからね Thank you.
はい、ね、でも、うん、本当にね、はいはい、皆さんこの暑い中でも一生懸命頑張って、はい、いい番組を作られていらっしゃいますので、うん、はい、どうぞご覧くださいませ。どうぞご覧くださいませ。はい、そしてそしてシャナナンバー、シャナナンバー、シャナナンバー。それか言うた。はい、こちらの方が、はい、ね、シャナナ TV の中で、プレゼント企画だったり、はい、ワンデーパーソナリティの応募企画だったり、はい、資格応募する際にこの番号が必要になりますので、はい、まずこちらの方ね、ご登録しておいていただいて、はい、いただいて、はい、で、そのね、募集が始まったり、はいはい、なんでそんな罪の意識をこう前面に出しながら罪の意識、なんかこう懺悔する気持ちで今募集かけてないですかね。わかりますね。そうですよね。まだシャナナンバーカードを送る分溜まってるんですよね。すいません、ね。発想が遅れております。発想が遅れておりますが。申し訳ございません。申し訳ございません。はい、でも必ず、はい、このシャナナンバーカードと一緒に、はい、はい、クジラ。シャナナステッカー。もう一緒に同封して送らせていただきますので。はい、何これ。送らせていただきますね。送らせていただきますので。その手何、はい。はい、お待ちくださいませ。お待ちくださいませよ。はい、うん、はい、そしてシャナナキッズアカデミー、こちらはこちらは言わせないわよ。キッズのためのアカデミー、うん、タレント育成所ですね、うん、まあ、プロジェクトって書いてますけどね。プロジェクトって書いてますけども、うん、キッズが、番組をやっていくっていうこともあり、うん、ね、CD を作るかもしれないとかいろいろあるんですけれども、レッスンがあって、レッスンで、一人一人がこう個性をしっかり伸ばしてですね、それをさらに、シャナナ TV の番組でですね、どんどん実地でリアルにこう発信していきながらトレーニングしていこうっていう風な、プロジェクトのアカデミーです。はい、それが募集がいよいよ開始されます。はい、もうすぐ多分ニュースにもなると思うんですけれども、はい、はい、いろいろと、いろんなところでこれから情報発信をしていきながら、いろんなところからね、新しいキッズの皆さんを募集をかけていこうと思いますので、はい、皆さんも、ふるってご参加ください。はい、ということで、まあ、暑くなってきたので、はい、そろそろ終わりたいと思います。今日なんか結構ぶっちぎりですよね、はい、いろんなものがね、はい、バナナ TV なんじゃそら。